ありがとうございます。代表の高橋です。今回皆さんにご紹介する内容はこちらのヘルメット、ダックスのイメージキャラクターがあしらわれたこの親しみやすいヘルメット、新発売です。こちらの内容をご紹介していきます。それでは行きましょう。こちらのヘルメット、この度11月の9日、ダックス、125のサイドにあしらわれたここのマークですね。はい、こちらの、ダックス125のキャラクターが、あしらわれたヘルメットが発売となりました。車両とマッチした色合いになっているのも、こちらのヘルメットの特徴です。先行で入荷してきたのが、こちらのブラック、艶消しのブラックですね。そしてこちらのグレーカラー、どのようなヘルメットなのか特徴をご紹介していきます。車両サイドに採用のダックスフンドの、ロゴですね、そちらを正面に配置、そして、正面から背面にかけてこちらのストライプがヘルメット全体の一体感を演出。バックプリントにはですね、可愛らしい、親しみのあるダックスロゴ、こちらが後ろ姿からもにじみ出る、そういったデザインとなっています。サイズは M サイズと L サイズ、この、2つのサイズ設定、こちらのヘルメット自動二輪まで対応できる企画ヘルメットとなります。カラー展開、ご説明します。まず、レッド、そしてグレー、ブラック、この3色展開となります。ヘルメット手に取ってみました。まずですね、軽いですね、非常に軽いです。シールド、こちらの方にですね、2箇所ストッパーがあります。ここがですね、まずあのシールドが締まっている状態、そして上げていってカチッというところですね、ここですね、ここでシールドがロックになります。でこの状態でも使っていただくことができるという、構造ですね。はい、またですね、こちらのシールドはですね、当店にモザイクあるんですが、ここの部分をですねコインで回して、シールド自体をですね、少しこうスモークであったりとか、ミラーシールドであったりとか、そういった、ものに交換することもできる、多様性のある、シールドが付けられます。そして、中側見てみましょう。中もですね、結構しっかりとした作りになってますね。こんな感じですね、メッシュ構造の内装になっています。これはですね、取り外しも、可能になってますので、取り外して、洗濯であったりとか、クリーニングすることもできる、ヘルメットになってますね。バックルなんですけども、顎紐ですね、はい、これね、外し方皆さん分かりづらいっていう方もいらっしゃるんですが、引っ張っても外れません。でこの赤いですね、あっと外れましたね、ここの部分の構造をここですね、ここの部分のレバーを持ち上げることで、このラチェットの機構が外れて簡単に外すことができると。でつけるときはこちらを引っ張らないで、どこでもカチャカチャと調整しながら入れることができると。これ便利ですね。取り外しはワンタッチ、そして入れるのもワンタッチ、はい、こういった構造になってます。実際私かぶってみたいと思います。私の頭のサイズで M で十分かなと思いますね。あとは実際にこれをかけてみますね。あ、シールドがですね、結構ボリュームがあるこういったバブル形状になっているので、よし、目からですねシールドまでが結構距離があるので圧迫感は感じません。下ろすとこんな感じですね。ちょうどこう顎の下あたり
ぐらいかなにちょうどこう届くような形状になります。でまたヘルメットは少しだけこう目線があるとすると、目線に少しだけこのヘルメットの先が入るようなぐらいが、取り付け、かぶる時の、目安になるのかなと思います。こんな感じですね。これをかぶっているとちょっとダックスに乗ってみたくなりますね。続きましてですね、この、ブラック、これフラットブラックですね、艶消しのブラックになっています。これはですね、ダックス乗り以外の方にもですね、ぜひおすすめしたい、デザインになってます。ラインがですね、フラットブラックの中に白いラインが後ろ側までこう通っている、かなりシンプルなデザインになっているので、横からはこういう感じ、前側は、白いダックスの、マスコットキャラクターが見えますかね。そして後ろ側はここにダックスのロゴが入ってます。そうですね、特徴がですね、非常にシンプルにまとまっているので、車体色が、実際にブラックのダックスはないんですけれども、その他の、色合いにも、黒のヘルメット、そしてこのホワイトのライン、こちらが入っているヘルメットはバッチリ似合うのではないかなと思います。はい、このヘルメットですね、私結構一押しですね。シールドを開けてみると、まあ、先ほどのグレーと同じですね。はい、中は、こちらの、ダックスヘルメットを大切に、使用する上での、注意点、ご紹介します。このシールドが上がったり下がったりすることで、ここに見える金属の裏蓋ですね、それがですね、少し接触してしまう、場合があります。ですので、当店ではですね、ご紹介するのは、この裏側のところに少し、一工夫を加えて、ヘルメットを大切に、ご利用いただけるような対策をしていきます。こちらのシールドを外す場合はですね、左右にある、ここの、コインの形、コインがちょうど入るここのボルトを緩めて、こういう形で、ボルトが外れます。少しシールドを開きながら取り外します。で、裏側を見ていただくと、ここですね、問題の部分が、金属が少しだけですね、出っ張っているところがあるんですね。で、ここがちょうどこの開閉するところのこの動きに対してクリアランスが不足しているものもありますので、ヘルメットの前側のここの部分に接触する場合があります。はい、こういった透明なプロテクトシールがありますので、ここですね、金属のこの裏側の方に貼り付けると接触しても傷がつきづらいというような対策となります。もう一度組み上げました。はい、ここからこう、ロックした状態にして、ちょっとだけ見えるかな、こういった対策を施すことによって接触を防ぐことができます。ですのでおすすめです。オプションのですね、ミラーシールド、ミラークリアシールドですかね、取り付けしてみました。このね、ブラックのカラーリングとまた似合うんですね。保護フィルム入ってみます。こんな感じですね、手を入れてこうやってやっても、うっすら見えるぐらいで、顔を隠すことも可能かと思います。で、また、暗いところに行っても元がクリアなので、そこまで、暗い視界にはなりません。これのこのシールドもおすすめですね。はい、少し全体がこういう感じですね。ブラックと、ミラーシールド相性がいいですね。当店でもね、こちら、隠れた人気商品になってますけども、モンキーヘルメットも一緒にご紹介していきます。
形状はですね、先ほどご紹介したダックスヘルメットと変わらないです。内装の構造と、脱着式、そして、ヘルメットの、ベルトの脱着の仕方も方法も変わらないです。デザインがやはりですね、変わってきますね。ここにモンキー、そしてここにモンキーの親しみやすいイラストが入っています。そして後ろ側には、少し小さいキャラクターのイラストと、ロゴ、一目でモンキーと分かる、そういった、ヘルメットも同ラインナップに入っております。今回は、新製品、ダックスヘルメット、ご紹介させていただきました。参考になりましたら、幸いです。当店でも、店頭販売しております。展示品もあります。それでは最後までご視聴ありがとうございました。また見てください。バイバイ。